ジェームズ・ローソン・ケンパーは、アメリカ合衆国バージニア州出身の弁護士であり、南北戦争の時の南軍将軍、及びその後のバージニア州知事である。ゲティスバーグの戦いにおける有名なピケットの突撃の時、最も若い旅団長であり、唯一職業軍人ではない士官だった。この時に負傷して捕虜になったが、救出された。ケンパーは、バージニア州マディソン軍、 マウンテンプロスペクトでウィリアムとマリア・イー・アリソンのケンパー夫妻の息子として生まれた。兄にはケンパー士官学校の創設者フレデリック・ティー・ケンパーがいた。祖父はアメリカ独立戦争の時にジョージ・ワシントン将軍の参謀として仕えたが、ケンパー自身は実質的な軍事訓練を受けたことがなかった1842年にワシントン大学を卒業し弁護士になった。 米北戦争が始まった後で、ケンパーはアメリカ陸軍に入隊し、退位になり、第一バージニア不評連隊の補給係商校上手となったが、入隊したのが遅すぎて、実戦に参加することはなかった。1858年までにバージニア民兵隊の順将となった。ケンパーは1853年にバージニア衆議会議員に選出された。 軍事問題委員会の委員長になり、周辺の軍備を強く主張するものとなった。1861年早く衆議会議長となり、これを1863年1月まで務めた。議長としての任期の大半は南軍での従軍機関とも一致していた。南北戦争が始まると、バージニア暫定軍の順将として従軍し、続いて、 南軍の大佐となって1862年5月からは第7バージニア不評連隊を指揮した。その連隊は1861年6月から1862年3月まで南軍ポトマック軍ジェームズ・ロング・ストリート少将士団の AP ヒルン少旅団に付けられた。ウイジンは第一次ブルランの戦いだった。半島方面作戦のセブン・パインズの戦いで、 勇敢な功績を残した後で、1862年6月3日に、順庄に昇進し、短期間、ロングストリート軍団の師団長を務めた。負傷していた、ジョージ・ピケット少将が任務に復帰した時に、旅団長に戻り、これが戦場における最高位になった。第二次ブルランの戦いでは、ケンパアの旅団が、北軍左側面に対する、 ロングストリートの九州に参加し、北軍ジョンポープ少将のバージニア軍をほとんど破壊するところまで行った。アンティタムの戦いでは、シャープスバーグの街の南に配置され、1862年9月17日午後の北軍アンブローズ・バーンサイド少将による猛攻に耐えた。ケンパーは南軍の右側面を北軍にさらす形で、 北軍全面にいたその旅団を交代させることになり、ハーパーズフェリーから急行した AP ヒル師団の到着でやっと救われた。フレデリックスバーグの戦いでは、ケンパー旅団は予備隊に留め置かれた。1863年、その旅団はロングストリート軍団ピケット師団に付けられたので、軍団がサフォークでの任務に派遣されたためにチャンセラーズビルの戦いには参戦できなかった。 しかし、その軍団は、ゲティスバーグ方面作戦には間に合うように、北バージニア軍に戻った。ゲティスバーグの戦いの時、ケンパーアは戦闘の2日目、1863年7月2日、遅くに、ピケット師団のところに到着した。その旅団は3日目のピケットの突撃で、主力攻撃隊の一つとなり、ピケットの前線の右翼を進んだ。エミッツバーグ道路を越えた後で、 その旅団は2個バーモント連隊からの側面銃撃を受けて左に振られ襲撃隊に固まっていくことができなくなった。ケンパーアは炙みの上で伸び上がり大砲がある若者よあれに迎えと叫んで兵士たちに前進を促した。この巨星がケンパーアを見やすい標的にしてしまったのでケンパーアは腹から太ももへの銃弾を受けて負傷し北軍兵に捕らえられた。 しかしすぐに第一バージニア連隊のリー・ブラントン、軍曹に救出され、セミナリーリッチの南軍前線に運ばれた。ロバート・イーリー将軍は、ケンパーが、担架で運ばれてくるのに遭遇し、その傷の具合を尋ねた。ケンパーは、致命傷だと思うと答えた。ケンパーはリーが、その日の手段の働きに十分正当な評価をするよう、求めた。 南軍がゲティスバーグから撤退する間に、ケンパーは再度北軍に捕まえられた。1863年9月19日には、北軍チャールズ・ケーグラハムとの捕虜交換で釈放された。戦争の残り期間、ケンパーは戦闘に耐えられる状態ではなく、バージニア州の予備役軍を指揮した。1864年9月19日には少々に昇進した。 ケンパーは、ゲティスバーグで負傷した時の弾丸を取り出せて、いなかったので、残りの人生では、足の付け根の痛みに苦しめられた。戦後は弁護士として働き、レコンストラクションの終わった1874年1月1日から1878年1月1日まで、バージニア州知事を務めた。歴史家ロバート・アール・ジョーンズは、ケンパーや、同じような志を抱いた、保守派は、 歴史家たちが認めるよりも、反国人的でなく、十分な認識を与える人種政策を実行したと主張している。バージニア州のリリーマーは、シーバンウッドボードが保守派哲学と定義したものに一致する人種関係を作り上げようとした。ジョーンズは、ケンパーやバージニア州のリリーマーが、ウェードハンプトンなど、他の保守派哲学の賛同者とともに歴史に残る価値が、 あると結論付けている。ケンパーはバージニア州オレンジ軍ウォルナットヒルズレ死に、そこの家族墓地に埋葬されている。1993年の映画、ゲティスバーグと、その2003年の続編、神と将軍では、俳優ロイス・ディ・アップルゲートがケンパーを演じた。ウィキメディア・コモンズには、ジェームズ・ケンパーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。